はい、どうも、タケです。今日はね、テラスで海鮮丼を食らう、あと飲みます。はい、今夕方か。うん、ちょっとね、西日がすごくて、西日バックなんですよ。だからちょっとしかめ面ですけど、すいませんけど、それによろしくお願いします。ですね、今日の海鮮丼はね、以前今津の丼丸さん、行ってね、買ってきて、ここで食べたんですけど、今日はね、違うとこね、新しいとこ。どこやったっけな？カンペ。はい。寿司丼、これね、最近オープン。値段がね、丼丸さんと一緒で、ちゃんと売ってるかな？全品500円なんですよ。丼丸さんと値段設定が全く一緒で、ネタもね、ネタちゃうか。種類もこんだけあって、全部500円です。税抜きね、はい。風が強いんでごめんなさいね。浜風なんでね。寿司丼さんは、西宮にあるね、しびしマグロ亭さん。はい。こうでやってるんですよ。新しく、ね、海鮮丼専門で、これはもう、お持ち帰り専門です。マグロ亭さんはね、配達してくれるんですけど、場所一緒なんですけどね。寿司丼さんは、お持ち帰り専門。電話してね、もしくは、アプリでね、オンライン決済もできます。LINE Pay、PayPay ペイ、楽天 Pay、AU Pay、はい。スマホ決済できます。電話でも予約できます。でね、アプリあるんでね、はい。これ、後で、この辺か、QR コード、載せておきますんで、あと概要欄にもね、寿司丼さんと、寿司丼の間違いないやんの、海鮮屋寿司丼、はい、と、厳しいマグロ亭さんのリンク概要欄に貼っておきますんで、その辺をチェックしてください。じゃあ、タケコさん、ください。何をください。はい。どんもりください。はい。ね、今日買ってきたのは、これ僕のやね。見ます？売ってますか？売ってます。はい。これがね、ごめんなさいね、カンペ見ながらやってます。名物、ちび盛り。ちび丼じゃない、ちび盛りのネタ大盛り。マグロですね。みんなマグロですわ。はい。で、タケコが、何これ？おほうじく。1番のちび盛り。これが17番のおほうじく。あとでアップで映します。それで、以上です。箸ね。箸と、醤油2つ。それだけですね。あと飲みますけどね。さっきビールとね。はい。はい。今日はね、淡麗極上生。ね。タケコは何飲むの？お茶。お茶か。酒ちゃうの？飲み道具やで今日。お茶飲み道具は？あやたか。ね。皆さんご存知のあやたかさん。あやたかです。はい。はい、これがね、僕の頼んだしび盛り。マグロがいろんなマグロ入ってて、ネタ大盛り。はい、タケコさん、開けてください。これ、赤身とビンチョウの炙りみたいなのかな。炙り、これも炙りですね。あと、ネギトロはあって、普通の赤身があって、うん、結構盛りだくさんな感じですね。美味しそうですね。はい、はい、これがね、タケコが頼んだオホーツク。はい、17番のオホーツク、はい、ネタ大盛りです。はい、タケコさん、あげてください。これ何入ってんの？トビコをメインに言うかね。まずなんかマグロとか言わん。トビコ、何？トビコ好きな？トビコメインで買ったん？これがタケコの大好物のトビコで、これ数の子で、これホタテかな。ホタテやね。で、白いのホタテちゃう、うん。で、イクラが乗って、ウニがもう溶けちゃってます。はい、で、これ、オホーツクだけやって、カニね。はい、で、これが、マグロ？サーモン？うん、サーモン。嘘？こっから見たらマグロに見えんねんけど。サーモンピンク。サーモンピンクって、マグロじゃないの？サーモン？うん、まあ、おいしそうやね。はい、じゃあ食べていきましょうか。はい、じゃあ乾杯していきましょうか。はい。カニでね、先っぽは、あやたか。はい。乾杯。チュース、乾杯。うまい。はい、食べてください。おほうつく、うん、何してんの？醤油。あ、醤油？醤油かけんの、うん、ぶっかけ。はい。足りるかな？足りる？足りんかったら買いに行かなあかんで。豪華やね、うん、これだけ入って500円って、うん、あとアジアで。どんまるさんの時もこの裏入ってたかな。あれ北海道かなんか頼んでんな、うん、内容似てるよね。似てる、うん。どうぞどうぞ、はい、みんな見たいの、こういうことやから。何からいきますか？飛び子食べやすく飛び子から行く、マジか、変態。なんで飛び子から行くってさ、それってアスペルガー症候群のやつがするやつじゃん。あかんわ、そんなこと言ったらあかんね。ごめんなさい。食べていい？はい、どうぞ食べてください。はい、おいしい。おいしそうです。パリパリしてる。そりゃそうやな、飛び子やもん。パリパリしてるよ、うん、なんか他のも行ってよ。
飯も行ってほしいねんけど。飯行ったよ。飯行った、うん、飛び子で飯行く行ったよ。そうなサーモン。あ、サーモン、マジサーモンかそれ。カメラ越しだったらさ、マグロに見えんねや。じゃピンク。あ、そっか、俺黄色のサングラスかけてるからや。ほら、いやいや、どっから見てもマグロやねんけど。ごめんなさいね、今日はサングラスというか、ゾツキサングラスですけど、黄色なんですよ。巻くんや。巻く？そこで巻く？食べられへん。しかも飛び子。2回飛び子ないって。飛び子ご飯。ファンから飛び子送られてくるやん。タケコファンから。全然食べられへん。はい。いう感じ。美味しい。それも美味しい。それも美味しいっていうか飛び子ばっかりやんか。はい。じゃあ次僕の方ね。うん、はい。タケコに取ってもらいますわ。はい。僕のはね、何回も言うけど、風がね、きついんですよ。これは飛んでいきそう、捨てろっていう話だけど、これはね、皿として使うんです。以前もやったけど、刺身でね、食べたいんで、風で飛んでいきそう。そうそうそう、そういうことですね。蓋を置いてます。で、これに醤油を入れて、わさびをね、つけて食べないでも、溶いて食べますわ。はい。今日ね、釜の方で音楽ちょっと激しいですけど、まあ、要は食べろ。マグロ、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 ガリ、わさび。はい。ちび盛り。どれからいこうかな。これは中落ちみたいな感じやな。これからいただこう。うん。普通に美味しいね。だいぶ暗くなりましたね。夕焼けがもう終わってあと暗くなるんで、前もこんな感じやってるな。よく言えよ、火曜撮影せよって話やけどね。どうやらこの音楽はね、気になるな。多分著作権引っかかると思う。うん、聞こえます、このジャズかな。 YouTube さんはね、結構こんなん気にしはるから、普通はもう制限かかるんですよ。動画をね、削除してくださいって。僕は流してるんちゃうからね。ビーチでね、流してるんで。あれ、撮り始めたんが5時からやからね。そりゃそうなるわな。うん、この理由があるんですよ。これが、寿司丼さん。寿司丼さんが、時間がね、2部に分かれてて、受付4時から、夕方のね。はい。で、4時10分に受け取りに行って、帰ってきて、セッティングしてね。5時前には、セッティング終わってたんですけど、今ね、ビーチ、というか近くでね、工事やってるんですよ。それが5時までやるんで、それできなかった。で5時からスタートなんで、急に日が暮れたな。うん。多分、マクロケになってるから、どないかしてね、編集で明るくしますわ。はい。でも画質がね、多分ね、このカメラは暗くなるとね、弱いんで、はい。今使ってるカメラ。iPhone で撮れば大丈夫だけど、iPhone 今ちょっとモニターで使ってるんでね。あー、気持ちいいな。これからの季節はあれやね。まあ、外やね、照明持ってくる。照明タック、よくあれやろ、13 Pro Pro Max は夜景モードにしたら普通に映んねやろ。うん、欲しいんやろ。ないんです。はい。タケコ持っこいけど、貸してくれんですよ。汚れるとかね。汚れんねん。僕はね、まだ7 Plus ですよ。何年使っとうねんって。7 Plus やで。味は美味しい。ね、美味しいですよ。はい。どう、タケコ的には、ドンマルさんと比べて。難しいな。言われへんな。言われへんな。どっちも美味しい。そうや。どっちも美味しい。好みの問題。ネギトロうまい。ネギトロ入ってた？入ってない。入ってないのなんでゴンって言った？食べてもないし。トビコ女王。トビコ様。あ、トビコに行くの？トビコ。あ、結構だね。うん、トビコ。ねえ。今日はね、暗いし、騒音がね、すごいんですよ。騒音って言って、あ、怒られるか。騒音じゃない。これは、マグロの炙り。炙り。うん。炙ってんな。炙ってるわ。そういうことです。うん、あ、黒けやな。夕焼けはね、綺麗やけどね。1年ぶりぐらい。もっと経って。1年経ってない。経ってないのか。どんまるさんは。もっと寒かったよな。うん。だって俺なんかジャケット羽織ってたもん。でね、急にね、やっぱタケコは持ってるから、急に天気悪くなるんですよ。めっちゃめちゃピーカーやったのに、撮影始めろって言うたら、風が吹いて、雲がわーって吹いて、ミストン同士。まだカラスが折れへんだけでいいよな、うん。もうそろそろ帰ってくるんだ。ほら、ギャ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 って言うてるよ。ほら、帰ってきた。ほら、カラスの話をして帰ってきた。そう。前は、多分、撮影時間1時間ぐらい早かったかな。多分な。で、終わる頃にこのぐらいの色になってくるな。そうそう、どんまるさんね、はい、どんまるさん、寿司丼さんね、今日は寿司丼さんですよ。飛び子ばっかり食うねんな。飛び子丼にしたよかったんじゃん。飛び子丼、飛び子増量で、飛び子丼のネタ大盛り、トッピングで飛び子。そう、トッピングもできる。動画の最後にね、あのチラシ、こんなね、
チラシね。これは厳しいマグロ亭のやつで、今日のは風がすげえ、風がすごいね、海鮮や寿司丼さんのチラシ、あとアプリのバーコードちゃうな、 QR コードやな、バーコードQR コードね、チラシを番組ちゃうよ、うん、動画の最後にね載せておきますんで、値段もね、こういうチラシちゃうシートね、ピラペラペラ風でピラー風強いよ、はい、一緒ですよ、どんまるさんとね、うん、そうそう、ちびしマグロ亭さんの何かしら、ちびしマグロ亭さんの海鮮や寿司丼、マグロ亭の亀八水産グループ、はい、亀八水産ってらしいです。亀八水産聞いたことある？ないんや。それは言うとかな。知ってる知ってるって言うとかんと、今のカメラさん、あの水産の社長さんに貼ってみる。狭いやろ。最悪。最悪やろ。狭いちゃいますよ。はい。提供でもありませんし。だから、見たでしょ？領収書。ね、レシートありますもん。現金ですよ。はい。ペイペイちゃいますよ。あ、でも、ペイペイとかね、スマホ決済ができるっていうのはいいですね。どんまるさんは現金だけやったもんな。うん、こんなこと言うたら、どんまるさんいじめみたいなのから言ったらあかんねんけど。うん、そうそう。場所がね、近いね。はい。ちびしマグロ亭さんは、1年ぐらいなんのかな多分。あ、この風で周囲飛んでいくやん。1年ぐらいなんのかな多分。存在はしてたけど、海鮮丼専門にやってるの最近みたいですね。昨日ね、フラット前通って、チラシがあったから見て行ったわけですけど、そうそう。で、まあ今日いきなり行ったもんやからね、撮影許可もいただかずに行ったんで、まあ、次回ちゃうな。2回海鮮丼はないわ。うん。そのうちも、後日ね。うん。その後日がなかなか出てけへんねんな、ここも。アルツハイマーかな。ちゃう？めっちゃ忘れるし、噛んだりするし。そうそう。今日ね、朝ね、アイスコーヒー飲むのに、プラスにシロップでいいかもしれん。あれをね、ゴミ箱入れてたから、びっくりしたわね。自分で入れて、おーってなってるの。だから、入れてゴミ箱捨てるやん。それが、これを入れてゴミ箱捨てるっていう頭あるから、コーヒー入れんと、グラス入れんと、いきなりゴミ箱入れてんの。途中に気がつけ、あーって、ピンポン捨てて、ぐちぐち言って、冷蔵庫開けて、またガムシを出して、そうそう、そういうことね、あるんですよ、最近ね、ただね、そう、アルツハイマーちゃう。ちゃうの若年性アルツハイマー。老人性や、加齢性アルツハイマーや。当然のごとく。うん、そうですね。こんな性格でボケたら嫌やな、最悪やろ。食べたかーって言って、飯まだかーって。食べたやん。最悪やな、アルツハイマー。アスペルガーとアルツハイマー。アスペルガー症候群。だってもうサイコパスの手前でしょ。トリコだけ食べるっていうから、それはもう絶対にサイコの手前よ。アスペルガーやもん、そんなもん。普通にクソッと差し寄るよ。からクソッと差して、トリコない。入ってないトリコ。スーパーでトリコだけ取ってくるよ。万引き。それをアスペルガーっていう。アルツハイマーもやるよ。トリコを取るよ。万引きするつもりはなくてね、カゴに入れて、そのまま外出ていくっていう。要はそんなあるやん、テレビであったやん。あるな。ボケたふりして、万引き、G メンに捕まるおじいちゃん、おばあちゃん、あれにはなりたくないな。そこは。なんで飛んのやろね。タケコに飛んのやろね。こっちやね。飛んのやろね。うん。あれかな、趣味というか、なんかあんねやろ、病気なんやろ。その快楽、それがこう、悪いことをしてることにおいて、ドーパミンみたいなのが出て、興奮物質バッと出ねんて、病気なんやろ。寒い。いつも寒い。今日は寒ないから大丈夫って言って、まあ、上持っていくと上ちゃうかーってけど、いかんやん。飲んでる？飲んでない。喋るならなんから、あのさ、ちょっと喋ってなんぼやんか。もう食われんし、飲まれんし、もうしゃあないやん。だからね、まだやってない、チャレンジしてないけど、飲み動画、一人飲み動画をちょっとやろうかな、一人で。うん。誰と喋るのって難しいやん。ライブじゃないし、うん。ライブやったらチャットがあるから、うん、それにコメ返したらいいけど、うん、ライブじゃなくて、一人でただ飲んで喋り続けるってちょっと無理があるよ。うん。ネタもつけるし。うん、これ絶対アルツハイマー。つけるし、ね、カメラなってる。うん。やばいわ、もう今日の朝、福井様の、ねえ、さっき言ったけど、面白事件。あれ動画撮ってほしかったな。あれ収めとったら貴重やで。反応もすごいし、うわーって言うてるんですよ。だってそりゃそうや、ゴミ箱入れてみたら。さあね、まあ寝ぼけてますけど、でもね、朝はね、まず野菜ジュース飲むんですよ。はい、野菜ジュース飲んで、で一服して、それからアイスコーヒーなんですよ。現場はね、それからホットコーヒーに変わるんですけど、起きて10分は経ってんねんけど、起きて10分経ったら、
もう飛び子だけか。いや、まだ残ってる。飛び子だけ。飛び子だけなんなかった。多分。タケコ丼で作ってもらえよ、別で。飛び子だけ？タケコ丼って言って、飛び子、カッコ、飛び子丼。飛び子しか入ってない。まあ、飛び子多分安いから、店も利益あるよ。そうそう、飛び子だけ。で、飛び子やから、とやから10のつく日に行ったら、トッピング無料。で、飛び子ダブルサービス。そう、飛び子、飛び子丼。丼丸さん、丼丸さんちゃうわ。これ難しいな。丼丸と、ここは名前が覚えられへんね。寿司丼。寿司丼って当たり前やから。なんか、このネーミングちょっと何とかしてほしかったね。ちびし丼でいいや。ちびまる？それパクリや。だから、分かれへん。なん同じような内容やし、値段やし。はい。ということでね、ということでって言ってもおかしいけど、もう真っ黒けで、これ以上無理です。はい。だからね、まだめっちゃ残ってんねんけど、今日はね、この辺で勘弁してください。はい。またね、後日ね、また今度はロケとしてね。辻丼さんの方へお邪魔したいと思ってますんで、その時はね、感じやります。はい、ごめんなさい。今日はね、これで感じてください。すいません。はい。タケコは食べた。うん。だって残ってるの、わさびだけ。うん。食べたよ。タケコは完食の。僕は、こっちよ。半分も食べてない。ビールもまだ半分しか飲めない。うん。でも、暗いんで、アウト。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。撤収。